こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはチーフベアハート、ステートリック。この馬も好スタートを切りました。マーリン前に行きそうです。ステートリック、それに続いています。さらにはチーフベアハート、6番フサイチコンコルド、その後ろスピークオン、後方からの競馬。では前の方からチーフベアハート先手を取りました。並んで7番マーリン、ソウルシュア、この馬もこのグループ好位置をキープしています。フサイチコンコルド、その外にシャワーエンペラー、その外からマッハソロン、その外にラシアンブリーズ、ハートオブデュライン、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはソウルシュア、チーフベアハート、それに続きます。並んで7番マーリン、好位置をキープしています。フサイチコンコルド、内からはステートリック。並んで9番マッハソロン、すぐ後ろにサンライトアイランド、その隣にスピークオン、その横にラシアンブリーズ、ハートオブデュライン、この馬もこのグループ、その外にカナディアンコンバット。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。シャワーエンペラー、2番手はスピークオン、チーフベアハート、3番手フサイチコンコルド、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シャワーエンペラー先頭、差はほとんどない。残り 200m、 チーフベアハート伸びてきた。残り 100m、 チーフベアハート先頭、マーリン追いすがります。一気にサイチコンコルド、チーフベアハート、チーフベアハート一着、二着にはどうやらマーリン、勝ったのはチーフベアハート、見事な勝利です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。リトルアルデル、これは好スタート。マーベラスサンデー、この馬も好スタートを切りました。サニーシグナル、前に行きそうです。マーベラスサンデー、それに続いています。さらにはキングネイル、8番リトルアルデル、その後ろ。では前の方から先手を取ったのはリトルアルデル、ダッシュジャイアント、すぐ後ろピンクの帽子ロッキージョンヌ、その後ろすぐ隣にグリークキャニオン、内からはサニーシグナル、黄色の帽子キングネイル、その後ろすぐ隣にハートオブエクセレント。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はマーベラスサンデー、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。間が空いてグリークキャニオン、その隣にダッシュジャイアント、その横にオーリング、その外からロッキージョンヌ、その後ろにキングネイル、並んで6番グローテール、ハートオブエクセレント、この馬もこのグループ、サニーシグナル、すぐ後ろ。並んで10番キャッスルサンライズ、アワッド、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はロッキージョンヌ、グリークキャニオン、ほとんど差がありません。オーリング、3番手マーベラスサンデー、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはグリークキャニオン、マーベラスサンデー先頭、2番手はマーベラスサンデー、オーリング抜けた。マーベラスサンデー追いすがります。オーリング、オーリング一着、二着にはどうやらマーベラスサンデー、勝ったのはオーリング、見事な勝利です。Thank you.
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭はビワハイジ。先頭2番手はビルフォードプレス。ビワハイジ先頭、一気にエイシンバーリー、やはり強い。ビワハイジ1着、2着は微妙です。ビワハイジ見事1番人気に応えました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立った。オフサイドトラップ、タボを一気にちきります。2番手はステージチャンプ、オフサイドトラップ、ゴールイン。オフサイドトラップ1着、2着にはどうやらステージチャンプ、これが G1 馬だ。オフサイドトラップ